たしました特急足摺3号中村駅です。今日も JR 東武ご利用くださいましてありがとうございます。この会社に泊まります駅東北地方車のご案内いたします。車3号です。前から1号車2号車3号車の順です。1号車と2号車青色カバー松の番号1番から11番指定席、2号車12番から17番と3号車自由席、自由席2号車の12番から17番と3号車です。お皿の設備1号車後ろ側、3号車前側です。お皿は1号車の後ろ側、3号車前側です。車内販売ありませんが、お茶13度自動販売1号車、自動販売1号車や、また車内すべて禁煙です。車内で利用料理などのことも応援してください。携帯電話通話の際ご迷惑ですが、適宜でお願いいたします。使用しない携帯電話通話、他のお客様ご迷惑があります。ご遠慮ください。通話の際ご迷惑ですが、適宜でお願いいたします。乗務員、久住豊島、下村です。途中久保田の乗務いたします。よろしくお願いいたします。次は井戸に泊まります。次井戸に14時ちょうど、次井戸14時ちょうど、佐川に14時14分、佐川14時14分、先に14時27分、先14時27分、土佐へ14時37分、久保川に14時53分、久保川14時53分、土佐佐が15時12分、土佐上川内15時19分、土佐入りの15時24分、中村に15時31分、終点中村は3時31分到着。中村から先の平田宿毛方面をご支援お客様です。終点中村から普通列車宿毛駅で連絡しています。終点中村からは普通列車宿毛駅で連絡しています。またお客様にお願いいたします。危険ですので閉まりかけたドアは絶対に部屋に持って出さないようお願いいたします。閉まりかけたドアはそのまま閉まり、手や指など挟む恐れがありますので十分ご注意ください。お降りの際お早めにご支援していただきますようにお願いをいたします。ご乗車のお客様、乗車券と特急券拝見させていただきます。お手数ですが、お手元までご用意ください。特急何分7号をご利用のお客様、再度の拝見となりますが、ご理解とご協力をお願いいたします。お時間の都合で乗車券と特急券を買い求めに出てくださった方、乗る年にございましたら、そのお知らせください。特急ビル参考です。次は、井戸に泊まります。
特急列車、中村駅、中村駅です。まもなく発車です。閉まるドアご注意ください。
ご乗車ありがとうございます。この列車は特急秋釣り3号中村行きです。次は佐川に止まります。
です。駅の方でお渡しください。